前回の動画にてガンオンプレイヤーの実力差をピラミッドで説明した、この画像について、ご指摘がありました、内容は、こちらです。内容はこちらです。この矢印さ、俺だけ下手くそみたいで悪意が見え見えなんだけど、確かにあの矢印は、あの矢印はどうやら山ぽよに向かってしまっていました。これでは山ぽよ一人が下手くそになってしまいますので、緊急メンテナンスを実施いたしました。今回の不具合を修正した結果、こちらが、新しい、ガンオンプレイヤーの実力差を示したピラミッドになります。本当に今回は申し訳ございませんでした。アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。今回もあの大人気シリーズガンダム1機、売却 ガンダム1機で20分戦い抜いて、売却するシリーズをやっていきます。よろしくお願いします。もうね、すでに墓地にはガンダム2機、いやガンダム3機ね、いますんで、一応あさってがねメンテナンスの日になるんで、とりあえずあさってまでにはね、20分戦い抜かないことにはあの除外という形になってしまいますんで、早急に20分戦い抜ける戦略をしっかり立ててきましたので、今回は、今回の機体を紹介します。今回はこいつで出撃します。このガンダムは、イグザムシステム、これが鍵になっております。基本的には、イグザムシステムは、使わない方向で、立ち回り、最後の1分ですね、19分、この戦闘大規模戦19分経過した後にイグザム発動して、その最後の1分を、駆け抜けようと思います。もうこのイグザムが発動すればね、もう無敵なので、無敵です。ジオとも、やり合えるシステムです。これはジオともやり合えるシステムと、インターネットでは騒がれております。武器は3点式100ミリマシンガン F と、腹部優先ミサイルランチャー G 型、誘導力の高いミサイルランチャーですね。速度は非常に遅いんですが、誘導力がすごくて、逃げ回っているところを3点式で攻撃しながら、相手のブーストの容量を見てビームサーベルに持ち替えて切りかかるという、もう最強のコンビネーション攻撃ができる連邦軍唯一の機体になっております。そして特性はね、ミサイルシューター大当たりですね。ミサイルシューターのレベル3です。このレベル3で、優先ミサイルランチャー G 型の威力が 10% 上昇して、威力が3600の、3660のかける2、6000、7、
そうすること、まあ、一応ね、この機体は、地上のみになりますので、宇宙マップが来た場合は、この、エテの、秘蔵っ子の、エテの隠しキャラ、隠し機体のこのリックデアスを使います。もうこいつは本当にね、連邦一、もうリックデアス使い、連邦一のリックデアス使いなので、エテは。まあね、これはもう言うまでもないですね。もう今までもう動画で何回かね、何回も出撃させてきていますので、はい、こいつで何回拠点を壊したことか、拠点2枚抜きしたこともあったかな、このリック・ディアスで。はい、てなわけで、今回は、ブルーディスティニー1号機と、リック・ディアス、で、出撃しようと思います。はい、では。参戦します。やまぽよ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 やまぽよ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 や、戦闘開始まで、よしよし、まずはファーストステージクリアですね。ファーストステージクリア、まずね、いい戦場を引く、そこから勝負は始まっていますので、本日は、こちらですね、廃墟都市です。ここのマップもね、もうめちゃくちゃ得意なんで、めちゃくちゃ得意なんでね、今回は非常に期待できます。さらに言うと、もうほんとね、もうちょっと狙いに行きます。はい、まあ、じゃあ20分狙いに行きますんで、まあ、正直ね、今まで3試合してきましたけども、まあ、正直ちょっとその無茶してた部分は否めませんね。否めない。うん、ちょっとね、無茶して、いいとこ見せようってしてた部分は正直、認めます。はい。ですがね、もうこっちとら、ガンダムかかってんで、ガンダムがかかってるもんね。マジで今回20分本気で狙いに行こうと思います。このマップは地上ですので、今回は、BD の方のガンダムです。よろしくお願いします。作戦区域内に敵の大部隊が出現しました。戦闘態勢に移行してください。よし、もちろんね、もちろん20分戦うだけではなく、勝ち、勝利を目指す。もう20分戦い抜いたとしても勝てなかったら何の意味もありませんので、AX で殴り込み。あ、なるほどね。今日は AX パターンで行くそうですね。かしこまりました。準備完了。作戦行動に移ります。デポゲリハプティズ、行きます。ちょっと今日外がね、草刈りやっててめちゃくちゃうるさいんですけど、もしかしたら音拾っちゃってるかもしれないんで、そこのところご理解いただければありがたいです。どけ！よし、順調。マジで今日狙いに行くから、ほんとマジで、もうさすがにこっちも切羽詰まってっから、これ以上ね、恥かかす、かくわけにはいかないから。はい、これで誘導して、ボン。非常に弾速が遅いんでね、非常に、よく逃げられてしまいます。このライン大事にしよう。ダメだ、打つ意味がない、今のは。逃げられちゃう。
あなかなか猛者がいるな。あ、やばいやばいやばい、危ない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 。今のがあのミサカクってやつですね。今のがミサカクってやつ。はいはい、修理するよ。あ、ダメ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 。ちょ、危ねえわ、ここちょっと危ねえ危ねえ。一回ブーストをしっかり回復してそこに一気いる。上にもね、ここは注意しなきゃいけないんで。オッケーオッケー、この誘導力くらい、インファンネすいや、追いかけてはいけないよ。ちゃんとね、ちゃんと引き際をしっかり、引き際を、おおおお、引き際をしっかり、あ、引き際をしっかり。ダメダメダメ、一回帰りまーす。危なくなる前に修理しろよ。あ、ありがてえ、ありがてえ、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。非常に順調です。公園を回復中も決して気を抜いてはいけない。回復中だとしても今は戦場なのだから、ここは戦場なのだから。上ね、上がちょっと近いな。上ちょっと入り口の方まで出てきていますね。あ、今回ちょっとマジで真剣なんでね、何にもないよ。面白みとか、何もないんで、うん。ネタとかでやってないんで、ガチ勢なんで、どっちかっていうと。全然エンジョイ勢じゃないから。ガチ勢なんで、ガンオンガチ勢。左大丈夫？ちょっと怖いんだけど。左でないな。あー、ちょっとダメだね。これ、ここいたら、上から挟まれるわ。上から挟まれる。危ねえ。危ねえ。いい判断できるね、やっぱ。やばい、ちょっといつも見せてないガチ勢のとこ見しちゃってるわ。ちょっとはずいわ、ちょっとはずい。あっしゃ、危ねえ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 。ちょ、一回引いて、後ろ、やっぱそうなるよな。やべえ！あ、待て、イグザムは待て！やっべえ、やっぶねえ！カウンター来てた。ちょっと連携取り出しましたね、ジオン側。ちょっと連携取り出しよったわ。ここは一旦、とりあえず回復してから、次の一手を考えましょう。ちょっとこれ上側をね、だいぶ押し込まれ気味なのですが、なんていうの？あの真ん中のやつ、真ん中のエリア。真ん中のエリアは、今、連邦が、所持していますので、そんなに向かう必要はないですね。十分、人数がた、いや、防衛完了を目指した方がいいか？防衛完了目指した方がいいか？それよりも、もしかしたら上が手薄になってしまっていて、上がちょっと押し込まれて拠点殴られるみたいなパターンにならないか？ちょ、いやけどこんだけダブルゼータいたら大丈夫だろう。いや、これついていった方がいいな、これは。これついて、ちょっと待て。OK。ちょっと殴られてたな。どっから湧いたんだ、あいつ。
あージオン、ジオン側に移っちゃったな。ちょっといいとこ見せちゃったかな。まあ、とりあえず1制圧してから中央ですね。あでこれはちょっと遠すぎ。このあぶねえ。でもクイーンマンサーのファンネル本当に怖い。ロックオン、どっから敵の戦い方は把握した。これでできれば中央に行きたいな。踏んだら中央に行くってのが。あ、しまった。よし、よし、一旦ここは引こう。中央エリアに、中央エリアに向かいます。またカウンターが来るわ、これ。ありがとうございます。で、中央のね、エリアを完全に制圧しましょう。そうすることによってね、もうほぼ勝ち確が決まりますんで。任して、僕に任して。あんまり遠い距離だと、遠い距離から撃つこの G ミサイルはね、正直あんまり意味をなさないんですよ。結構近めの距離でね、撃たなきゃいけない。だから基本的には3点を構えていた方がいいですね。うわあ、何？拠点を占領しました。いいぞ、このまま突き進させない。あ、やべえ。この距離は意味がない。この距離でミサイル撃っても意味ないから。まだ終わってない。よし、一旦戻って、一旦。いやー、もう9分だった。いける。コンテナを回収。あとはここを制圧するだけ。もう簡単、超簡単。いけ。